はい、こんにちは、まことです。はい、こんにちは、だいです。今日もですね、20代のキャリアアップや起業に向けてのキャリカレチャンネルやっていきたいと思います。はい、はい、じゃあ今日のお題お願いします。今年の4月に新卒で入社する予定の営業職です。周りとの差をつけるためにも、今の時期に読んでおいた方がいい本ややっておいた方がいいおすすめのことはありますか？もうお前はあれだろ、どうせ今のうちに遊んどくでしょ。そうですだって分かんなくないですか、結局、うん、海外とかのガイドブックも行くまで読まなくないですか。例えば何だろう、ガイドブックって書いてあって、ね、買うじゃないですか、うんうんうん、行ったことない国のシティのマップとか見ても、うん、全く入ってこないんですよ。分かんないんですよ。いくら見ても全然入ってこなくて確かに。でもいざ行ってちょっと歩くと、うんうんうん、めっちゃ見るようになるんですよ。ああ、こうなってんだ、こうなってんだみたいな、ね、ああなるほどね、うん、みたいな、はいはい、なんで行く前にいっぱい勉強してもなんかもう一つピンとこないっていうのが確かにね、なんか正直なとこからって思います、うん、あでもそれはそうかもしれない、本当に、はいはい、うん、だから遊んどけと、はい、別にそんなのしなくていいよって、入ってから頑張ればいいよと思いますけどね、うん、でもそうかもしれない。え、ちなみに大さんはこう新入社員で入った時とか、うん、どんな感じでした？覚えてないかもしれないですけど。新入社員ってどこの新入社員？ JTB とか。あの新入社員で入る時、はいはい、前に準備とかなんかしました、うん、いやなんかねしてた気がするよ俺は、まあ、いろんな旅行業界で必要な知識を勉強したり、うん、日経新聞とか取っておお飲んだりとか、はいはいはい、してそれが良かったのか良くなかったのかすらもちょっとよくわからんな。もしかしたらプラスになってるかもしれないし、はい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 、でもそんなに絶対やっといて良かったっていうことではないから、うん、入ってから頑張ればいい。確かにそう、入ってから頑張る確かにね。まあその会社によるんじゃない、なんかこうしといてくれみたいなのがあるんだったら、ちゃんとこう商材の勉強したりとか、はい、事前に資料渡されたりとかしたら、うん、まあそういうのはしっかりやった方がいいかもしれないけど、うん、わざわざ自分で本買って、うん、せんでも、まあ、読んで損はないけど、そうですね、入ってこないかもしれない。実践になって読みたくなったら読む気はしますけど、うんうんうん、いざそうなってみないとやっぱ分かんないこといっぱいありますもんね。あれある。僕も入った後に、はい、おすすめの行動アクションだったりとか、うんうん、あ、それはあるんじゃない、うん、最初多分研修とか一通りあると思うんですけど、もちろんそれはしっかりやった上で、で現場配属されたらまずは結果出してる人、いい先生を見つけた方がいいというか、やっぱ結果出してる人って基本忙しくて、で自分の仕事に集中してることが多くて、で逆に優しく声かけてくれたりとか、そういう人って結果出してないから暇でちょっかい出してきてっていうことが多いんで、ね、優しく面倒見てくれる先輩が仕事のモデルとして最適かっていうのは甚だ疑問なことが多いので、やっぱりちょっと厳しそうに見えるけど忙しそうにしてる結果出してる先輩に食らいついていくような、やっぱそこをモデリングするというか、そういう風にした方が成果は出やすいかなっていう風に。先生を見つけるのが大切じゃない。ああ、まあ、いい先生、まあ、そうですよね、うん、学んでまずやって、うん、分かんなかったらまた聞いて、うん、でまたやって、うん、それしかないですよね。 その繰り返しでね、それを早くしていくだけだよね、うん、で最初できなくてもいちいち落ち込まないってことですよね、うん、最初は全員できなかったところからスタートなんで、うんうんうん、そうだね、ですね。